マイクルス・ワン・ウィックはアメリカの SF 作家、ペンシルベニア州フィラデルフィアで1980年代初め頃から執筆している。1985年の長編小説イン・ザ・ドリフトはスリーマイル島原子力発電所事故を題材にしたものであった。1987年のバキューム・フラワーズは地球の住民が人工的な集合精神となっている世界で、 太陽系を舞台にした冒険小説となっている。1991年の大潮の道は極寒の氷が溶けて陸地が水没しようとしている世界で魔術師を追跡する官僚の話である。1993年のザ・アイアン・ドラゴンズ・ドーターはアルマーニのスーツを鍛える二つとジェット戦闘機代わりのドラゴンが登場するファンタジーである。 1997年のジャック・ファウストはファウストを現代の科学技術を加えて焼き直したもの。2002年のボーンズ・オブ・ザ・アースは恐竜の登場するタイムトラベルもの。2008年のザ・ドラゴンズ・オブ・バベルはザ・アイ・アンド・ドラゴンズ・ドーターとよく似た世界を舞台にしたファンタジーである。短編小説も数多く執筆しており、欧米では複数の短編集が出版されてきた。また、 短編を他の作家と合作することもあり、ガードナードゾワとの合作や、ウィリアム・ギブスンとの合作がある。大塩の道は1991年のネビュラ賞、長編小説部門を受賞している。また、短編でもいくつか受賞している。1989年、世界の縁にて、で、潮ドアスタージョン記念賞を受賞。1996年、 ラジオウェーブスで世界幻想文学大賞を受賞。死者の声、ティラノザウルスのスケルツォ、犬はワンワンといったスローライフ、字の群勢で9号賞を受賞している。スワンウィックは SF やファンタジーについてのエッセイもよく書いている。SF エッセイの対策として1986年のポストモダン利用案内、ファンタジーエッセイとしては1994年のイン。 ザトラディションガール。この二つを合わせたザ・ポストモダン・アーカ・ペリゴが1997年に出版された。ガードナード・ゾアとのインタビューを書籍化したビーイング、ガードナード・オズワは2001年に出版された。日本独自の短編集として一家がある。ありがとうございます。